ライン、あの黒いやつを追うのはいいけど、何か手がかりはないかな。まずはコロニー6へ行ってみねえか。コロニー6か。ここ以外に唯一残っているホムスのコロニーだね。あそこは奴らの拠点があるって噂の体験の渓谷とここコロニー9の間にある。体験の渓谷から奴らが来てるってのなら、コロニー6の人たちが何か見てるかもしれないぜ。そうか、コロニー6なら黒い顔つきに関しての手がかりが得られるかもしれない。マグメルドの遺跡を抜けてテフラ洞窟を登れば巨神の膝に出るはずだよね。ああ、膝に出ればコロニー6まではすぐだろう。そうだね、行こうか、コロニー6へ。ようこそ。
you